南口泉玉川駅は東京都狛江市東和泉4丁目にある小田急電鉄小田原線の駅である。駅番号は O17。新宿駅から17番目の駅。新宿駅からの距離は14.4キロメートル。玉川よりホームからは上り戸駅と読売ランドが見える。玉川の東京側もより駅。1990年代後半に。 路線の効果複々線化事業と駅前、再開発事業が行われた。成城学園前、元区成城学園前管内に属する。当初、玉川という駅名にする予定だったが、玉川の対岸に稲田玉川駅が開設されることを受け、地名である、泉と玉川を合わせて、泉玉川と名付けられる。駅舎、路線と持ち上にあった。駅舎は、 上りホーム側にあり、下りホームとは、古戦橋により連絡され、下りホームには、臨時改札口があった。ホーム間に通過線を挟んだ、相対式ホーム2面4線を有する高架駅である。線路、ホームは、高架上に、改札口は地上にある。複々線区間にあり、当駅で確定が、特急ロマンスカー、快速急行、急行などに追い越されることがある。また、 複々線区間の末端であったため各駅停車が優等列車に抜かれるための時間調整をすることもあったが2018年3月3日に上戸駅の一番線が使用開始となり現在は隣の上戸駅で時間調整されている改札口は上戸駅側に1カ所、狛江駅側に1カ所、計2カ所ある。狛江駅側は後から増設された簡易的なものである。 臨時改札口はない。上りと駅側の改札口には、北側と南側の出口がある。屋根は、ホームの前面を覆っているが、路線部分は覆っていない。駅車両脇の高架下を商業施設、小田急マルシェとして利用している。駅車デザインは、内側外側とも淡いグリーン色を、基調色としている。出入り口付近の装飾、改札外の窓枠、及びホームの窓枠は、 淡いグリーン色で、上部が三角形状のデザインに統一されている。隣の狛江駅では、ブラウン色、上部が半円形状となっており、両駅間のデザイン上の際となっている。また、ホーム岩屋については、北見駅などの世田谷区内の新設交換駅では、丸みを帯びたものに統一されているが、狛江市内にある狛江駅と泉玉川駅は、直線状のものに統一されている。 ホーム有効庁は重量編成に対応している。上戸川にある玉川橋梁の掛け替え工事と合わせて、ホームの延伸工事を行ったため、同橋梁工事が完了するまで8両編成以下しか対応していなかった。2013年12月頃に行き先案内表示機が設置された。下りの東北沢上戸間、上りの向こう側丘遊園東、北沢間の急行線。 観光船は原則として以下の通り使い分けられている。改札口駅舎は1990年代後半に新築された。多目的トイレはオストメートに対応している。2020年度の1日平均乗降人員は1万1667人であり、小田急線全70駅中56位。近年の1日平均乗降乗車人員の推移は下表の通り。 上りと駅側改札の北側に、駅前広場、ロータリーがある。ロータリーは、世田谷通りに通ずる。再開発前は、駅周辺の道路は境いで、最寄りバス停留所も200メートルほど離れていたが、1999年4月に、振動及びロータリーが完成し、路線バスの乗り入れが始まった。駅両脇の高架下に、商業施設の小田急マルシェ泉玉川がある。 2004年に小田急電鉄グッズ販売店トレインズがオープンした。出店テナントの一覧、詳細情報は公式サイト小田急マルシェ泉玉川を参照。駅前ロータリーの泉玉川駅に小田急バスの路線が乗り入れる。ありがとうございます。